ヤッホーとまるでーす。今日はね、ついこの前アップしたあのお部屋紹介の動画でキュリオケースを買うって言ってたと思うんですけど、とまるついにキュリオケースデビューしました。イエーイ。キュリオケースってさ、高いじゃないですか。だから今までね、なかなかね、一歩を踏み出せないでいたんですけど、この度ね、めちゃめちゃ安いキュリオケースを見つけまして、多分ね、オタク界隈では結構有名なやつで、私が紹介したところで、今更かよって思う方もいるとは思うんですけど、まあ、知らない方もいるかもしれないからね、ちょっと紹介したいなって思うんですけど、私が今回買ったのは、IKEA さんのね、デトルフコレクションケースっていうのを買ったんですよ。なんと私今回2つ買ったんですけど、まず1個のお値段がなんとね、セール価格で4999円だったんですよ。ちょうどね、セールしてたんですよ。だから2つ買ってもね、9998円だったんですよ。2つで1万円だよ。で、それプラスで、それに使えるライトも1個799円で、それもまた2個買って、送料がね、やっぱ大型の家具なんで3000円かかったんで、合計でね、14596円でした。本当はね、こう組み立てるところから、こんな大きい荷物できましたとか、今から組み立てますとか、やりたかったんですけど、届いた荷物をね、持った瞬間にね、私は悟りました。あ、これ舐めてかかると死ぬやつだって。ガラスだからね、めちゃめちゃ重かったんですよ。本当に2人で作業しないと危険だからね、もしこれから買う人はね、2人で作業するのをすごいおすすめしたいんですけど、私ね、あの1人でできるもん世代なんですよ。エリートぼっち育成番組の一人でできるもんを見て育った私なんで、一人でやんなくちゃって思って一人で組み立てたんですね。ってことでね、私がぼっちで組み立てた工程をね、これからぼっちで組み立てる人のためにね、簡単に説明したいと思います。壁と友達になって、壁にね、押さえててもらうの。壁と友達になって、壁にね、押さえててもらうの。とまるの部屋のキュリオケース、いきますよ。トゥン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 。じゃーん！こんな感じになりました。はーい。でね、これの何がすごいってね、ここに注目です。ここ。上。いきますよ。じゃーん！はい、ってことで、なんとね、電気がつくんです。ってことで、じっくり見ていこうと思います。まずね、上のカンコレのフィギュアはこんな感じで、そんなに変わってないかなって思います。カラーボックスの時と。1個目のキュリオケースの一番上はね、こんな感じでカンコレゾーンに、はい、なっております。奥側にあるフィギュアってどうしてもさ、隠れたりしちゃうじゃん。だからね、この100均でね、キューブのアクリルのこのやつを買ってきてね、その上にフィギュアを乗せてます。結構安定感があってね、いい感じですね。はい、こんな感じでかっこよくフィギュア飾れてますね。で、その下、はい、こちらはね、王様と夕立ちゃんとしぐりちゃんを飾ってますね。はい、こっちもほら、こんな感じでキューブのやつの上にね、こういう感じで乗せて、こんな感じで飾ってます。かっこいいよね。で、その下、はい、ここはね、一番くじとかのフィギュアを飾ってるんですけど、はい、こんな感じですね。で、真ん中にね、スケールフィギュアのしぐれちゃんのね、休日のやつを飾ってますね。はい、正面から見た時にね、隠れないように配置をしてありますね、身長とかを見て。で、最後この下、はい、ここもね、一番くじとかのなんですけど、水着のね、カンコレフィギュアを主に集めてますね。はい、一番後ろは一番くじで、手前が SPM で、一番前がタイトーとコラボのやつかな。で、あと一番くじの白露型のアクリルスタンドを飾ってます。はい、ってことでね、こんな感じで見てわかる通り、こちらのキュリオケースは全部カンコレで埋まりました。で、続いてこちら、じゃーん、アンズちゃんゾーンです。もうここ大好き私。ほら見て、ナマケモノフェアリーのアンズちゃんがここにいるの、超可愛いでしょ。こんな感じですね、アンズちゃんを
びっしり並べてみました。はい、こんな感じ。あんずちゃんですね、新しいフィギュアが出たらね、ここに加えていきたいと思います。置き場所が若干ないんだけどね。はい、じゃあその下、はい、ここはねこんな感じ。君の名はのフィギュアとか、綿もてのともことか、高木さんとかですね。はい、こんな感じです。で、このチョコノッコはね、100均のなんか階段みたいになってるアクリルのに乗せて飾ってるんですけど、ここはなんかベアトリスとか花丸ちゃんのフィギュアとかが届いたらね、ここに飾ろうかなって思ってます。はい、でその下よいしょ。はい、ここはねリゼロと GGO とテンスラゾーンって感じで、こんな感じで飾ってます。この前紹介した一番くじのチョコノッコと A 賞のフィギュアと、テンスラのね AB 賞のフィギュア、リムル様とねミリムちゃんと、一番くじのねレンちゃんと、私がお気に入りのね深次郎の SPM だっけな確か。はい、こんな感じですね。で手前は一番くじのねリゼロのフィギュアです。はい、でベアトリスのアクリルスタンドとかを飾ってますね。はい、これガチャガチャで当てたやつだね。はい、こんな感じです。結構バラバラなんだけどね、なんか可愛く飾れてるかなって思います。はい、で最後こちら、じゃーん、こんな感じで打天使シリーズ並べました。結構ね可愛く並べられてるかなって思います。はい、こんな感じ。これも100均のキューブのやつを使ってね並べてます。チカちゃんとヨハネだけちょっと高いとこに乗せてって感じですね。はい、でこの真ん中のは100均じゃない一番くじのやつです。はい、こんな感じ。はい、ってことでこっちは結構バラバラなんですけど、カラーボックスに入れてたお気に入りのフィギュアとか高いフィギュアとかをこっちに移してみました。ここは多分ねまたどんどん変わっていくと思うんですけど、またね落ち着いたらご紹介しようかなって思います。ってことでね、キュリオケース2台来たので、こんな感じで飾ってあります。めちゃめちゃ良くない？まあ、若干隙間があるからねホコリは入っちゃうと思うんですけど、前のねカラーボックスよりは全然いいかなって思いますね。ちなみに今リングライトで見やすくしてるんですけど、リングライト消してもなんかすごい味がある感じで良くないですか？ほらこんな感じで、電気を消すとね、はい、こんな感じです。良くない？結構なんかガラスだからね、下の方まで光が行ってくれんの。ちゃんと逆に部屋の電気をつけてキュリオケースの電気消すとこんな感じですね。はい、ガラスだからね結構こっちは明るく見えるんですよね。まあ、こっちはやっぱね奥側だからちょっと陰っちゃうんですけど、まあねライトついてるから不便はないかなって感じですね。念願のキュリオケースめちゃめちゃテンション上がってます。はい、ってことでどうですか？めちゃめちゃ良くない？多分定価7000円ぐらいなんですけど、定価でもね全然安く思えるぐらいしっかりしてるキュリオケースだなって私は思いました。別売りだけど簡単に電気をつけられるっていうのがね、私的にかなりね嬉しいポイントですね。カラーが2パターンあって黒と白があったんですけど、私の部屋ねできる限り白かピンクの家具とかで統一してるんで、白があったのがね本当に本当に嬉しくて、これだって思ってね購入しました。めちゃめちゃねお気に入りですね。でちゃんとなんか地震があった時にも倒れないようにね止める金具とかもついてて、私まだちょっとめんどくさがってつけてないんですけど、ちょっとね明日ぐらいにちゃんとつけようかなって思ってて、本当にねめちゃめちゃおすすめなんで、またいつだかね4999円になることもあるかなって思うんでね、ぜひぜひチェックしてみてください。危険だからねできる限りね2人で作ってください。ってことで最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。キュリオケース関係ないんだけどさ、見て、じゃーん、すりこにさセガのデレマスのバッジが入るね缶バッジケースが売ってたの。やばくないこれ。ちょっとセガのデレマスのバッジ集めてる人飾れますよこれで。ほら、あとあのガラポンのバッジも入りましたね。はい、こんな感じ。おすすめー。